じゃ、こんにちは。あの先週末、はい、まあ、西武についての記事が出ました、はい、西武大刷新、渡辺監督代行辞任へということで、はい、その他編成だったりとかコーチの人たちも大刷新するということで、さらに内部昇格なら西口二軍監督が有力候補、ただし外部から招聘してくる可能性も十分にあるというふうな記事が出ました、はい、でこの記事が出た数日後にあの金子選手の引退というのも、はい、まあ、発表されたりもしたんですけれども、ここに来てもう大刷新するということが発表されたんですけど、うん、どうですか、この時期にもう大刷新っていうのは。いや、もう早めにやった方がいいっていうことだよね、うん、だからまあ西武の戦い方とか、はいろいろ見ていて、うん、やっぱもうそれはもう必要なことだし、はい、まあ、早くことを進めた方が、うん、まあ、落ち着くと思うんだよね、はい、早く、うん、で新体制でスタートもできるという、うん、まあ、秋からね、はい、だからそれは俺はすごく素敵なことだなと思って。この渡辺監督代行、もともと GM 職だったんですけど、はい、じゃあ GM 職に戻るのかなと思いきや編成の中核である GM 職も辞す可能性があるというふうに記事では出ています、まあ、そうだな、うん、まあ、全責任を取って、はい、まあ、自分が辞めるという、うん、これはかっこいいよな。まあ、そうですね、男らしいよな、っていう、うん、まあ、だけど俺は、ね、鍋ちゃんはね、はい、GM 職には向いてる感じはするんだよね。まあもう一回 GM 職で、うん、一回現場に戻ると何が足りなくてどうしなきゃいけないかっていうのはよく分かったと思うんだよね。うん、その前は監督から GM 職上がってで足りないとこはなくて、はい、で辻監督に任して、うん、辻がよくやったじゃない、はい、だからあんまりこう欠点というか足りないものとか、うん、あんま分かってないと思ったんだと思うよね、はい、鍋ちゃんとキャンプで話した時に、うん、いや豊さん投手王国になりますから今の。でその時投手がいなかったわけ、はい、で野手がいろいろいっぱいいてね、うん、山賊打線って言ってもう取って打って勝つみたいな、はい、でそのうち宇多川さん投手王国にしますからみたいな、うん、確かになったよね、はい、一回降りてみると、うん、内部に入ってみると何が足りなかったかっていうのはよく分かったと思うから、俺は GM 職であと3年ぐらい見て、はい、それでダメだったら変えてもいいよね。うん、そのためには監督は鍋ちゃんだったら外部から呼ぶと思う。やっぱ内部では問題が多すぎるのとそれを変えきれてないっていうのがあるから、だから俺は外部から厳しい人間を呼んで監督を任せた方がいいよ。この外部というのはそのもともと西武の OB で外部から呼ぶっていうことですか？いやいや、血を変えた方がいい。あの一説にファンの中では、はい、あの落合さんに来てほしいっていう声もあったりとか、はい、まあ、まあ厳しいという意味では他にもまあ名前、まあ、あの OB にはなってしまうんですけど工藤さんであったりとか、はい、秋山さんであったりっていう声もファンの中では上がってたんですよね、まあ、俺はいろいろ接してきて、はい、一番厳しい野球をできるのは宮本慎也だよ。彼の評価っていろいろ賛否あるかもわからないけども、俺は監督としての勉強もしてると思うし、はい、まあ、確かに言葉に、ね、鋭さがあってそれをトゲと感じるかもわからないけども、うん、今西武に必要なのは俺はそこだと思う、うん、厳しさ、うん、それとやっぱり個々を律していくという意味では宮本慎也がいいと、はい、そうすると西武の野球っていうのがまた変わって、これは ね、人が変わっていくと思う、うん、やっぱ厳しく向き合える人間たちを育てないと、はい、今 SNS と向き合ってるやつが多いから。多いですね、選手。多い、はい、多い、そういう噂も聞くしね。そうなんですよ、ね、うん、いや、それだったらもう野球になんないから、うん、それを律して正しい方向に導いていくっていうのは、うん、俺は宮本慎也がいいと思う、うん、これは初の経験だけどね、監督としては、はい、初だからできないっていうことはないし、うん、俺はそう思うよ。だから逆に今まで西武出身で西武のことを知ってる、西武カラーを知ってる人じゃなく新しい人じゃ甘くなるな、うん、多分それはいい野球をやるよ、あの辻とかもね、はい、でもここはね一新した方がいいと思うよ。ちょっと俺らの時はもう西武なんて強くてさ、はい、ね、まあ、ああいうチームに憧れるとか、はい、憧れたチームではあるけども今はもう全く違うからね、うん、そういうプライドをもう捨てる時期に来てると思う、はい、
はい、まあ、そうなってくるとやっぱ新たなやっぱ厳しい監督、はい、まあ、そうなってくると俺は宮本慎也の名前しか頭浮かばない、ね、あ、じゃあ監督は本当に新しい監督をっていうことですよね。そうだね、うん、まあ、それとやっぱ責任感が強いから慎也は、はい、うん、だから俺はやり遂げると思う、うん、でそのやり遂げる強さも持ってると思う、うん、妥協しない、はい、うん、ここで妥協したら何にもならないからさ。そうですよね、うん、だからその強さを持ってるのはそうかなと思う。あとはその他外国人補強などの編成部門であったりとか、まあ、選手を指導するコーチングスタッフの刷新もということで、うん、まあ、この編成もあと外国人補強など最近やっぱりその外国人の補強っていうのが西武がなかなかこううまくいってなかったのかなっていうのもあるので、そういったところももう一新するということになるんですよね。この際だったら、うん、まあ、一新するだけのもう成績しか収めてないから、はい、一新でいいと思う。うん、そうかそうか、まあ、宮本慎也という、ね、うん、一人の名前を出したけども、はい、まあ、それ以外で言えば、うん、まあ、新庄監督が辞めた場合とか、はい、前なんか、ね、おっしゃってましたよね。いやいや、まあ、これは、ね、辞めた場合にどういう身の振り方をするのかっていうのは、うん、まあ、分からないけども日本ハムをあそこまでしたという手腕を買うとしたら、うん、まあ、新庄監督でもいいな。うん、確かに。だから候補的にはいっぱいいるよ、はい、まあ、例えば今侍やってる井端、はい、これ理論的だし、うん、面白いと思うしね、うん、西、うん、年下、あ、西さん、はい、まあ、これも理論的だし、はい、まあ、辻が成功したって言ったら、うん、セカンド出身者とか、うん、内野手出身者とか、いや俺は無理だと思うよ。どうしてですか。いや、あの階段毎日は登れない。いい運動になりますよ。いやでもやっぱりやるんだったら本当にね、その、まあ、今名前出した人たちっていうのは厳しい要求もするし、そういう目を持ってるし、はい、あとは人とどう触れ合っていくかっていう問題があるけども、うん、今触れ合ってる場合じゃないんだよね、うん、規律を守らすっていう、はい、成長させていくという対話式というよりも、うん、もうルールにのっとってっていう西武は、うん、でそれをできる人間がじゃあ誰かっていうと宮本慎也であり西とか井端とか、はい、まあ、そういう人間かなと思うし、うん、まあ、新庄監督っていうね、辞、うん、めた場合に、うん、はい、まあ、そういうことも候補になってくるのかなっていうふうには思って。あの新しい監督が来季誰になるのかっていうのはこれ松井稼頭央前監督が休養に入った時から、うん、もう水面下で動いてたんですかね、それともこ の大刷新するっていうふうな今から動き始めてるのか、これいやいや、もうある程度の人間たちは、うん、そういう水面下で、はい、いやこれは変えるべきなのか、うん、渡辺 GM から誰かにするべきなのかっていうのは、うん、ずっと渡辺 GM を含めて考えてたと思うよね。これでちょっとでも成績だったりがそこから上がってきていればまたちょっと変わったというか。いやいや、そんなことないよ。あ、どっちにしてもっていうことなんですか、うん、どっちにしろ野手ってこれしかいないのかっていう感じだもんね、うん、はい、栗山とか、はい、あのおかわり君がこう打線に入った時は、うん、なんかすごく重量感があって、はい、あ、なんかこういいなっていうような感じがするけど、うん、その2人が外れて、うん、若手を使ったらスカスカだもんな。そうなんですよ。山川穂高選手が、まあ、ソフトバンク行きましたけれども、山川穂高選手以降のそういった重量打線の厚みのある選手たちが誰一人育ってなかったんですか。育ててなかったな。育ててなかった、まあ、素材的には面白い人たちはいるかもわからないけども、うん、ちょっと軽い、うん、まあ、はっきり言うと、うんうん、はい、プロとしての重みというか、うん、執念というか、うん、まあ、執念で野球やるわけではないけども、なんかそういう意思が感じられない、うんうんうん、そうですね、一つのファッションとしてやってるようなそういう感じしか、もう申し訳ないけど捉えられない。そうですね、うん、球団まあまあ FA する人はもちろんいますけれども、それでもやっぱり看板となるクリーンアップ残ってくれたりとか、ここのチームで一緒、いや、そこがやっぱ編成とかドラフト、うん、スカウトの腕なんだ、うん、だから広島がやっぱ抜けていくよ、うん、抜けていったりとかするけど、うん、はい、それを補ってるじゃない、はい、だから広島はやっぱこう優秀なんだよ、うん、編成とかスカウトが、はい、だからもう次から次へもう待ってるから、いや出たいんだったら出てってくれみたいな、そういう感じだもん、うん、出ていかれていないんだから、もう開いちゃうんですよね、開いちゃう、ぽっかり穴開いちゃって、あと
あれだけ例えば主軸浅村選手もいなくなったり山川選手もいなくなったりとか、まあ、いろんな主軸が本当に他のチームに行ってしまうっていうこともじゃあなんでなんだろうっていうことも球団はこれは考えない。いやこれはねもうしょうがないよ、うん、例えばお金が払えない、うん、他球団がお金を多額に出す、はい、そしたらそこになびく、うん、それもしょうがないよ、プロとしての価値だから、はい、本当に欲しく言ってほしくなかったら、うん、もう赤字覚悟で出すとかさ、うん、だからそうしないとやっぱ残ってくれない選手は、まあ、例えばヤクルトだとサンタナオスナはここで骨をうずめたいんだぐらいの愛着というか言うじゃないですか、うん、でいるとその西武はどうなんですかね。やっぱね、リーチ条件も悪い。まあまあそうかそうか、まずそこでもありますよね。いやそらね、やっぱ行きにくいところに球場があって、うん、そら難しいと思うよ、現代で言えば選手たちにとってもっていうことですよね、うん、ちょっと、うん、ドームの形態も条件も悪いしな、はい、まあ、そうなってくるとあそこでじゃあずっといたいかっていうとさ、うん、やっぱ都心とかに出たいんじゃないの、やっぱり、うん、よりそうなってきますよね、都心の方に行きたいっていう。でしょ、はい、俺も一回パリーグを経験したけど、うん、西武から移動するって大変だもん、うん、そうですね、確かにバスでですよね、最初。いやだからバスだと道路の混みようがあるし、うん、土日でゲームが終わると周り全く動かなくなるからね、車が、うん、それは電車で行ってくれと、うん、いうようなことだよ。いやそうだ、電車の乗り方も知らないしさ、こっちどう行くんだみたいな。そうですね、このそうですよね、うん、いやどっから乗り換えだとか、はい、やっぱ大変な思いはしたけどね、うん、まあでも慣れればさ、うん、まあそういうねことが苦痛にならないのかもわからないけども、うん、いやだけど俺はやっぱこう大変だと思うよ。大変だとは思うけども俺は考えるに、まあ、外の血を入れた方がいいのと、はい、まあ、コーチは数人、うん、まあ、西部の血を、ね、引き継いでるものっていうのも必要かもからない、うん、これは何でかっていうと選手のやっぱこうなんていうの、兄貴分として、はい、やっぱよそから半分、元々の人たちが半分、はい、トップその次ぐらいの人間たちは外部の血の方がいいと思う、うんうん、そのぐらいしないと西部は変われないというか強くなっていかないというか、そう、うん、それと球団が選手の味方をしない、はい、呼んできた監督、うん、まあ、ヘッド数人かの意向を押すという、うん、はい、これは選手は逃げ道がなくなるかもわからないけども、はい、まあ、そのぐらいの感じで進めた方が俺はいいような気がするな、うん、これ8月の終わりに発表されたんですけれども、もちろんシーズンが終わってから発表にはなると思うんですけど、決まるのっていうのはギリギリなのか、それとも結構早めに決まっていくものなのか、どうなんでしょうね。コーチとかそういうことも含めてやっぱり人材不足はあるな今、うん、野球界そうなんですね、うん、あとやりたがらない。これなぜかというと給料安いし拘束はあるし、はい、コンプラとか、うん、パワハラとか、はい、そういう委員会の電話番号を選手が持ってるし、そうもうねこうなってくるとね指導じゃなくなるんだよ、うん、お付きみたいな感じになるんだよ。そうですね、うん、選手、まあ、そうなってくると、うん、もうやり手はいなくなるよ、うん、でお金を持って辞めてる人は、はい、もうそんなとこ行ったってしょうがないみたいな、そんなね1年間縛られるのこんな金でやってられるかみたいな、うん、まあ、そんな感じになるんだよ、うん、で誰かに使われる、冗談じゃなくてお前なんか使われたかねえよみたいな、うんうんうん、まあ、そんなやつらばっかりなんだよ、はい、でお金を持ってる、だからこれはいいことだよね、うん、自分で生活ができるっていうことは、うん、でもそれでも情熱があるやつっていうのは待ってるわけよ、はい、そしたらやっぱ早めの勝ちだから、そうですね、うん、だから早めに決めた方がいいと、うん、多分他の球団ももしかすると今年監督が変わるかもしれないっていう球団もあるので、そうそうそう、そうなってくるとそうですね、いい人材はどんどん取り合いになってきますよね。でも秋からはね、秋季キャンプも始まりますし、その前にはもう体制が整って来季に向けてっていう風に動いていかないとですもんね、西武も、まあ、西武ファンもね、はい、満員御礼とか応援してくれてるし、うん、だから本当にいい人材をね、うん、やっぱ連れてこないと、うんうん、ちょっと難しいと思うですよね。プラスアルファやっぱ来シーズン本当に変わるお、ゆたるさん行きます、西武まで。この年は厳しいっしょあのチームはでもほら辻さんもやってらっしゃったし、まあだけどやっぱ本当にね一から根こそぎ変えなきゃダメだよねこれはね、うん、
あの体力もメンタルも非常にタフにはなってくることとだと思うんですけれども、まあ、そらそうだ。でもやっぱり強いあのまた黄金期の西武っていうのを見たいですし、ファンも、まあ、そらそうだな、うん、まあ、あの時どうだったかって言ったらやっぱりね、管理されてたよ。そうか、うん、中心っていうのは目立つけど、うん、端っこの方っていうのは目立たない、ね、うん、何でもそうだけど、学校の席替えしました、はい、中心目の前とか、まあ、まあ、ここら辺はちょっと目立たないかもわからないけど、ここら辺は目立つんだよ、うん、でもこの端っこってなかなか目立たないでしょ、うん、だから西武って端っこにいるから、うん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 、ね、目立たないから好きなことやっちゃうんだよ、ね、この前のここに来ればだから強いとかなんとかって言ったら中心におのずとなってくるから、はい、そしたら律していくんだよ、うん、いやそうじゃなくて律したものがやっぱ中心を取るような、うん、まあ、そういうようなチームにならないとね。そうですね、はい、期待したいですね、はい、はい。